近辺の医学部に現役で受かる人が割と高2でやりがちなんだけど、結構一般的には知られてないかなっていうことが実はあると思うんですよ。僕一個思うのは、はい、これトップ層に限った話かもしれないけど、高2のうちに高3が受ける大学別模試受けがち。別にボコボコになってもいいから、自分が1年後何を解けなきゃいけないかを知るっていうのやつかね。もちろんね、みんな模試とか頑張ってほしいんだけど、高2の時とかに受ける河合模試とか駿台模試とか、言っても大学受験の問題とはだいぶ違うよね、みたいな。模試特有の問題みたいな。だから難易度っていうか、こう雰囲気とか傾向がだいぶ違うじゃん。なんか種類が違うじゃん、なんか。やっぱり高2の間にそういうのを受けることによって、本番はこういうの解けないといけないから、こういうのが解けるようなことを意識した勉強をしなきゃっていう意識が変わると思うんだよね。で、僕の経験的には、高2の時にそういう大学別模試受けた生徒、今まで何人かいますけど、大体現役でいいところ行って。逆に高3とかなってもスイッチ入り切れてない子とかは、そういうのと無縁な子が多いかなっていうイメージ。下手したら、高3になったとしても大学別模試とか、ちょっと後回しにしちゃってって人もいたりしますもんね。僕が受験生の時って、大体、東大模試のリーチ入りの1、高2の7、ガチみたいな。でもそれ、最近もなんか聞きません？最近もそうなんだ、やっぱり。まあ聞くだけなんで実際わかんないですけど。うん、それが、結局高3とかになったら、こう、理3のところに名前が載りますみたいな。ほんとトップ目指してる子に僕を知っててほしいのは、なんか勝手に自分の条件を作んなくていいかな。あ、どんどんやっちゃっていい。どんどんやっちゃっていいっていうところだと思います。だって、そういう意味では、これも話ちょっと脱線しますけど、まあ特に理3生とかに多いと思いますけど、本当のトップって、高校とか下手したら中学の間に大学の範囲やってます。ぶっちゃけ数学オリンピックとか物理オリンピックとか科学オリンピックみたいなやつって、大学の範囲のことやっとかないと、本戦戦えないんで。そうですね。だから意外とやってる人たち多いよってこと、本当のトップはそこなんですよ、みたいな。だから大学別模試をそう受けてほしいかなっていうところなんですよ。なんで、ぜひ秋の大学別模試、これ受けてほしいと思うんですよね。で、東大模試とか京大模試とかもあるんで、もちろん東大志望、京大志望の人はそういうとこ受けてほしいですけど、そうじゃない人とかもいると思うんですよ。そういう人には、神戸大模試とか。で、神戸大とかだと問題自体はそんなにめちゃくちゃ難しいわけじゃないんで、まあ、九州の国立学部じゃなくても、地方の国立学部狙ってますみたいな人とかでも、そういうのは受けてみてもいいかなって思いますね。別にボコボコになってもいいってことですよね。ボコボコになってもいいですね。特に理科とか。ただ、英語とかがボコボコになってるのは反省した方がいいかなと思います、高得点ではなくても、それなりに戦えてはほしい。まあ、だって、下手したら田舎の人とかで本当に情報ない人って、東大模試受けて初めて、こんなに英作とリスニングがあるんだみたいなこととかあり得ますよね。あり得ます、あり得ます。とか、英語読めるけど、これでも日本語の問題だな、国語やんなきゃとか思う人とかもいると思うんですよ、だし、数学とか全然計算問題じゃないじゃんみたいな。っていうところはやっぱ体感してほしいかなって思いますね。若干関連したもので言うんだったら、先輩とか合格者とか先生とかでもいいですけど、自分の志望してる大学の合格者の話聞いてる人多いですよね。確かに確かに。やっぱ、大学別模試受けるのも似てますけど、情報を取りに行ってますよね、ちゃんと。確かに。先輩からこれだったら受かるって言われたんで、って始める人が多いですね。バックグラウンドが似てるから、学校の先輩はすごく話がためになると思うんですよ、ね。そうです。ただまあ、学校からあんまそういう大学行ってないよって人もいると思うんですけど、まあそういう人は例えば、まあ塾だったりとか、友達だったりとかで、ちょっと探すって感じですよね。医療発明っていうのはすごく大事ですね。本当、僕、なんかこれ笑い事じゃなくてかわいそうだなと思うのが、医学部志望うちの塾多いじゃないですか。はい、話聞いてると、講義とかで小論とか面接の練習とかたくさんしてる子とかもいて、あなた受けようとしてるところ、小論ないよって子とかもいるのに、医学部イコールどこでも小論があるとか勘違いしてる子とかも多いから、この情報を集めた方がいいですよね。過去問を見れば実際の入試問題の実態はわかる。でもなかなかやっぱ過去問見ても解かないと思うんですよ。そういう人のためにもやっぱ大学別模試っていうのは僕がすごくおすすめです、はい。そう考えると全部共通してますね。自分の志望する大学の情報や問題やらをこう感じに行くっていうのが共通項としてありそうですね。まあ、練習試合みたいなもんですよね。本当にそうです。なんで、早めに情報を取り入れてトップ大学を狙えるようになってくれると僕たちはとっても嬉しいです。まだまだいくらでもやりようはあると思うので、ぜひ頑張ってください。ドーン！